チンクエテッテは、イタリア北西部のリグーリア海岸にある5つの村を、指す。険しい海岸に、色とりどりの家屋が並ぶ、文化的景観によって知られており、ポルトベーネレや小島郡などとともに、ユネスコの世界遺産に登録されている。また、チンクエテッテは、ワインの産地としても知られる。チンクエテッレ、チンクエテッレは、イタリア語で、5つの土地という意味を持ち、 ホテールと表記されることもある。リグリア州ラスペツィア市の西方に所在する、地中海に面した次の5つの集落の総称である。モンテロッソ・アルマーレ西北端ベルナッツァ・コルニリア、マナローラ・リオマジオレ東南端行政上は、ラスペツィア県に属し、モンテロッソ・アルマーレ、ベルナッツァ、リオマジオレの3つの基礎自治体にまたがる。5つの集落のうち最大の人口を有するのは、 東南端のリオマジョーレで、ラスペツヤから西へ 7km、州都ジェノバから東南東へ 72km の距離にある。西北端のモンテロッソ・アルマーレとの間は直線距離にして約 8km 隔たっている。共に世界遺産に登録されているポルトベーネレは、リオマジョーレから南東へ 9km ほどの距離にあり、ポルトベーネレ沖合の小島群ともども同じら、 スペツヤ県内にある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。マナローラ付近の海岸チンクエテッレの村々は、11世紀に、要塞都市として建設された。以後1000年にわたって、隣の村との往来は、船で行われていた。陸路で孤立したこれらの村々には、今も、王子の面影が、色濃く残っている。 平地がなく、土地も痩せているチンクエテンレで、人々は急斜面の硬い岩盤を砕いて、石垣を築き、岩盤を砕いた際に出た砂を土壌にして畑を作った。数百年かけて築かれてきた石垣の総延長は、6700キロメートルに及び、これは日本列島を往復できる距離である。この痩せた土地に根付いた作物がブドウである。人々はこのブドウからワインを醸造して、 生活を成り立たせた。葡萄畑を守るためには土台となる石垣の修復は欠かせない。古い石垣は雨と風の影響で崩れやすくなっているからである。ここで育つ葡萄はあまりたくさんの実をつけない。しかし、その分身が凝縮したコクのあるワインが生まれた。それは古くからジェノバの商人によって広く輸出されていた。16世紀の古文書 ジェノバ年代期には、チンクエテッテは急斜面で、不毛の土地ながら、人々が知恵を絞って、ブドウを栽培し、ワインを作っている。多くの貴族、王子、王たちがそのワインをテーブルに置くことを大きな誇りにしている。と記されている。マナローラとリオマジョーレの間をつなぐ、約1キロ強の遊歩道。チンクエテッテのワインチンクエテッテのワインは、原産地故障統制の指定を受けている。 リグーリア海岸沿いを走る鉄道チンクエテッレの海沿いの崖を縫うように鉄道路線が走っており5つの集落にそれぞれ駅がある。ジェノバ駅からは約1時間半程度を、ラスペツヤ駅からは約十数分から約30分前後で到着する。ありがとうございます。